どうも皆さん、きっとこんばんは、武藤由紀です。今回はですね、こちらを購入してまいりました。最新弾のフォトンナイトメアですね。こちらを10パックバラで購入してきましたので、そちらの開封となっております。ボックスで買うとシクとレリーフは確定で入っているので、面白くないなと思って、今回もですね、10パックでシクかレリーフどちらかはぶち抜きたいなと思っております。それでは、行ってみましょう。まずは1パック目ですね。一番の狙いはですね、スーパーレア枠で収録されているローですね。あれが欲しくてですね、今回パックを向いているような形になっております。スーパーレアなんで次ですかね。スイッ！ああ、何も当たらず。最後がこちら。出だしは光物なしと。では、2パック目ですね。今回は B 本舗さんで10パック買ったんですけども、ちょうどですね、バラパックがなくてですね、新品のボックスを目の前で店員さんが開けてくれてですね、お、スーパーレアが1枚出ましたね。ブレイブストリックスのスーパーレアになっております。最後がジギアですね。では、3パック目ですね。あら、何かを言いかけてて、あ、そうそう、目の前でボックスを開けてくれたので、ボックスをまたいでることはないので、単純に新品のボックスの3分の1を買ってきたような感じなので、お、鉄器の雷槌スーパーレアですね。なかなかスーパーレアが当たりますね。最後がクジラさん。最後がジレアなんですけども、これやばくねえか？とんでもない初期傷つきのジレアですね。あ、よかった。シクとかがこれじゃなくて。頼みます、コナミさん。お次が4パック目ですね。最近の遊戯王は発売日に普通に買えるので嬉しいですよね。ポケカみたいに争奪戦にならないので、まあ、人気があるのかないのかはよくわからないんですけども、普通に買えるのがこれもこれが本当に普通ですからね。もう本当に光り物はなかったですね。お次が5パック目ですね。今回ですね、ロー以外にも可愛い系の女の子が何枚か収録されてるので、そこら辺もですね、できたらぶち抜きたいなと思ってるとこですね。スーパーレアはなしと、最後が、こちら！名前がめちゃめちゃ面白い、ゴブリンズクレイジービーストですね。ジリアになっております。さあ、早くも後半戦6パック目になっております。やばいぞ、まだスーパーレアが2枚しか出てない。ウルトラレアさんも出ていないぞ。後半の伸びしろに期待ですね。スーパーレア、来い！ああ、来ませんね。最後、せーの、スイッ！やべえ、全然当たらねえ。お次が7パック目ですね。そろそろ1枚ぐらいウルトラレを引いて安心したいところなんですけれども、さあ来るか？スーパーレア、せーの、スイッ！お、ホルスの刻印神ですね。残念ながらローではございませんでした。やばいな、これ、結構きついか？最後、ジリアですね。さあ、8パック目になっております。やばいな、これ入れてあと3パックか。頼む神様、ローを俺に与えてくれ。せーの、こい。あー、惜しい。ローだけど、ローじゃない。最後がこちら。お、やったぜ、レリーフが当たりました。しかも、ローガーディアンですね。まあ、ローっちゃローなんですけど、ローじゃねえんだよな。俺が欲しいローじゃねえんだよな。くそー。とりあえずレリーフ1枚ぶち抜いたんで、最低限はクリアできたかなといったところですね。あ、よかった。持ってないレリーフなんで、めちゃめちゃ嬉しいですね。ほい。お次が9パック目になっております。レリーフをぶち抜けたので、シクをぶち抜くことができれば、今回は大勝ちになりますね。スーパーレア枠はなしと。最後が、こちら！ダークガーディアンのジレアですね。やばい。あと1パックしかない。さあ、お次が最後、10パック目ですね。頼むー、ローテできてくれー。さあ、次がスーパーワクレアですね。せーの、スイッ！うわぁ、終わったー。ダメかー、光らなかったかー。最後、なんか祝来い。せーの、スイッ！あ、はい、ということで今回の10パックの開封結果になっております。スーパーレアが3枚とレリーフが1枚ですね。なんとかローガーディアンのレリーフをぶち抜いてギリ救われたかなといった感じですね。残念ながら欲しかったローであったり、ちょっと他の可愛い系の女の子は当たらずということで、
光物の枚数的には4枚なんで、まあまあかなと思うんですけど、ちょっと欲しいところじゃなかったので、そこがちょっと残念かなといったところになっております。ちなみにですね、動画外で実は2ボックス開封しておりまして、それのですね、光物をちょっとご紹介したいなと思っております。なんとですね、2ボックス開封して、2ボックスともですね、ニゴレアをぶち抜くことができました。上の2枚がそのニゴレアですね、ブレイブストリックスとスピリットオブユベルが当たりました。しかもですね、2箱ともプラスワンボーナスパックから光ったということで、パックの方からもですね、祝が出ておりますので、ニゴレア2枚、祝が2枚、で、並べてるのがあとはレリーフが2枚ですね。こっちの2枚がですね、レリーフになっております。カルノールとガボンガですね。で、こっちのホルスとユベルがシークレットレアになっております。割とですね、12期が始まってからボックスでですね、ニゴレアをぶち抜くことが非常に多くてですね、しかもプラスワンでよく当てることが多いので、光物の枚数的には一番ラッキーですよね。ボックスからシクも出て、プラスワンでニゴレアぶち抜くと。一番ラッキーなですね、結果にはなっているんですけども、なかなかですね、欲しいところのニゴレアが当たらないっていうのがですね、ちょっと悩みではあるんですけども、まずはですね、ニゴレアを当てることができたっていうところがですね、まあ大満足かなと思っております。ローの宿とかがですね、そんなに高くなければ、いつかシングル買いしたいなと思ってますので、購入した際にはご紹介したいと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。